リボン氷リボンとは、紐状の織物。一般に平たく細長い形状をしている。紙や衣服の装飾、または贈答品や表彰をするときに使われる。装飾に用いられる、リボンの起源は古代ギリシアと言われており、女性は髪を束ねるために用い、男性は鉢巻きのように用いていた。中世ヨーロッパでは、男性はカツラの留め体として利用し、 女性は衣服の襟元などの装飾に用いるようになった。オランダにはリントモーレンという小幅の織物用の手食器があり、このリントはリボンの意味と言われている。リボン食器は16世紀後半にダンツヒのある食不幸の男がカラクリキとして発明したが、ギルドの同業者の食を脅かすとして、市当局によって捉えられこの機会を禁止した。オランダ製の多常機は、 欧州各地に伝わったが、小規模生産者やギルドの激しい抵抗があり、リボン生産によって利益を得ていた都市貴族や支配者階級によって厳しい規制や禁止が繰り返された。しかし、イギリスのマンチェスターは、ギルドや支配者層の影響を受けない自由都市だったため、多常機によるリボン織物の生産で栄え工業都市として発展した。17世紀にはオランダで、 リボンの多くあしらったデザインが登場し、18世紀には服のほか帽子や靴の装飾にも用いるロココスタイルが流行した。一方、日本では古くから贈り物の水引きなど紐や細い布は特別な意味を持っていた。このような背景もあり、西洋の文化と融合しながらリボンの文化が広く浸透することになった。リボンには幅の広い反物を細長く、 ヒートカット、または公衆派カットした広幅カットリボンと、最初から細長く、リボン状に食器で折り上げた折りリボンがある。広幅カットリボンは、裁断により製造するので大量生産が可能で、安価である。折りリボンは個々に製造されるもので、リボンに折りの耳がある。折りリボンにも折り方により、様々な種類があり、代表的なものは、縦糸と横糸を交互に上下して折る平折りと、 縦糸と横糸を5本以上用いて折り上げる種子折りである。平折りは単純な折り方だが丈夫で摩擦に強い。種子折りには表面と裏面があり、縦糸と横糸の一方だけが表面に出るようにした折り方になっているため独特の光沢と柔軟性がある。リボンの素材には絹、レイヨン、ポリエステル、アセテート、ナイロン、コットンなどが用いられる。生地にはサテン、 ベルベット、クログランなどがある。サテンリボンは光沢のある種子折りのリボンの代表的なもので、レイヨン、ポリエステル、ナイロンなどの素材が用いられる。タフタリボンは強度のある平折りのリボンの代表的なものである。結び目を作って、さらに装飾性を上げたものを使うことが多く、その際最もポピュラーな蝶結びのことを、リボン結びと呼ぶこともある。 より重い通りの結び目の形状を得るため、崩れにくくするために実際には結ばずに縫製で、結び目の形を作ったり、プラスチックなどで成形したりすることもある。形を整えやすいようはイヤーが入ったものもある。以下のような多様な結び方がある。なお、狂章などでは、花の下に垂れというリボンがつくことがある。祝いごとには明るい色のものが用いられ、長寿の模章や家などには、 白黒のリボンが用いられる。頭髪を言う強章ラッピングテープカットメダル、勲章トートルフィーリボン、ペナントリボン象徴。ありがとうございます。